ベルモンドを操っていたのは貴様だな。いかにも。我こそは暗黒神官シャフト。この世に破壊と混乱を導く者だ。なぜ奴を上司として祭り上げた？ヴァンパイアハンターは古来より、聖なる力で邪悪を滅ぼしてきた。だが、ハンター同士が戦えば。ベルモンドの力は他を圧倒する。同じ性質の力なら、まず倒すことはできまい。その通り。奴を操り上司にすることで、儀式に邪魔なものを排除したのだ。だがそれもここまでのようだな。それはどうですかな。最後の生け贄として、何時の死する気半身を刺される。バカな。自分の肉体を捨てた者にこの世での居場所などない。貴様の好きな暗黒へ旅立つがいい。だが我が野望は成就した。我が主ドラキュラ伯爵よ、腐り切った世界に破壊と混沌を。父上。おお、誰かと思えば、久しいな、我が息子よ。できるなら会いたくはなかった。こうなった以上、ここから先に行かせるわけにはいかない。相も変わらず人間どもの味方をしておるのか。よもや、奴らがお前の母親にしたことを忘れたわけではあるまいな。忘れられるものか。だが母は人間への復讐を望んではいなかった。まだそんな世まい事を言うか。まあよい。今度こそ下賤な血を消し去り、我が眷属に加えてやろうぞ。母の名にかけて、ドラキュラ、再びあなたを倒す。今日もって、我が私の自信の力だ。あるべきところに帰れ。これ以上母を苦しめるな。あ、なぜだ。なぜ私はこうも破れる。力とは、守るものがあってこそ限界を超えることができる。愛するものを失い、愛することをやめたとき、あなたはすでに負けていた。そうか。皮肉なものだ。力を求めるがゆえに失ったものが、私の敗因であるとはな。アルカードよ、教えてくれ。リサは最後に何と言ったのだ。人間を恨んではいけない。もし人間が許されない存在であるなら、自ら滅びの道を歩む。その世界の住人にあらざる者は手を下すべきではないと。そして父上、あなたを永遠に愛していると。リサ、私は間違っていたのか。
無事だったようだな。アルカード、よかった。あなたも無事だったのね。すまない。俺のせいで、また実の父を。気にするな。自分の宿命ゆえに奴を倒さねばならなかっただけだ。そう言ってくれると助かる。だが、よく覚えておいてくれ。この世界に破滅をもたらすことができるのは、奴じゃない。人間、自分自身だということを。わかった。肝に銘じておこう。アルカード、これからどうするの？俺の体に流れる呪われた血は、この世界には不要だ。人目につかぬ方がよかろう。そう。では、さらばだ。もう二度と会うこともあるまい。アルカード。いいのか、マリア。追わなくても。いいの。今の私では、彼の心の傷を癒してあげることはできない。それに、また会える気がする。その時には、きっと。そうか。さあ、行きましょう。みんなが待ってるわ。See the sun.